いざいざ、はじめ。はいはい、ここだここだ、くらえ。はいはい、ここだここだ、くらえ。開いた。はいはい、ここだくらえ。開いた。はいはいはい、ここだここだ、くらえ。くらえ。さて、結構な時が経ちましたが、調子はどうですかな？おお、あの大きな岩を完全に砕いてやる。思ってたより大したことなかったね。シコンのかけらが3個も入っていたようですな。お見事ですじゃ。始めるよ。あ、サンゴちゃん、ちょっと相談があるんだけど、いい？どうしたの？私でよければ相談に乗るけど。あのね、私って戦えないし、みんなの足手まといになってるんじゃないかって。そんなことないと思うけど。それにカゴメちゃんにしかできないことだってあるし。けど、サンゴちゃんお願い、私に稽古をつけてくれない？じゃあちょっとだけね。始めるよ。負けないわよ。いざいざ、一本目、勝負。いくよ。いくよ。へいへいへい。開いた。はい。いくよ。いくよ。へいへいへい。くらえ。くらえ。キガル、お願い。一気に叩く。キライト。はい、はい、キライト。キライト。決着。勝者サンゴ。カゴメちゃん大丈夫？ごめんカゴメちゃん、ついやりすぎちゃった。この木は犬夜叉？ちょっと稽古が足りない気分だ。犬夜叉ならいい稽古台になりそうだね。よし！始めるよ。あ、犬夜叉、悪いんだけどちょっと稽古台になってくれないかな？別にいいぜ。だが俺はサンゴだからって手加減しねえぞ。それは望むところ。私も手加減はしないよ。お、二人揃って何の相談じゃ？オラがその相談を聞いてやってもいいぞ。そう？なら尻尾も一緒にやる？なんなら私と組んでもいいし。一体何をやるのか知らんが、面白そうじゃな。負けないよ。行くぜ。いざいざ、一本目、勝負。くらえ、くらえ、開いとって、かかるんじゃ。開いとって、ここだ、ここだ、はい、ここだ、はい、はい、かかってっと、かかるんじゃ。ここだ、やばってやばって、開いとっ。
勝者しっぽ。耳やしゃをからかうと面白いんじゃ。さすがは犬やしゃ、なかなかいい稽古になったよね、しっぽ。突然のことでびっくりしてしもうた。よっ、始めるよ。あなたがあの桔梗。星様が言ってた通り、カゴメちゃんに似てる。確かあなたのせいで犬夜叉の様子が変わったって。私にどうしろというのだ。あなたは死人なんでしょ。だったら安らかに眠ってほしい。私にはこの世でまだやることがある。邪魔をするのならお前を消すまでだ。私が相手だよ。これを食らえ。いざいざ、一本目勝負。開いとき、よっ、はい、よっ、はぁ、はぁ、そこだ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 、行け。はぁ、開いとき、よっ、行け。開いとき、食らえ。ここだ、ここだ、ここだ。はぁ、ひらいとっ。ひらる、お願い。はぁ、ひらいとっ。聞かぬわ。いくよ。ひらいとっ。ひらいとっ。砕け散れ。ひらいとっ。あの世へいざなってやろう。まれに魂を。ひらいとっ。開いとっ、開いとっ、決着。勝者サンゴ。あなたにとどめはさしたくないの。辛い戦いだったね。何、あのまがまがしい妖気の集まりは。そうか、あれが奈落の城。どうやら来るべき時が来たようだね。よっ、何やってんの。始めるよ。奈落、追い詰めたよ。里のみんなの敵、覚悟しな。サンゴか。貴様ごときがこの奈落の相手になるとでも思っているのか。残念ですが、そううまくはいきませんよ。私の相手もしてもらいましょうか。星様、どうしてここに。まったくお前は何でも一人で抱え込んでしまう。もっと周りを頼りにしなさい。しいな。しかし間もなく死がお前ら二人を分かつだ。逃げ場はないよ。楽しませてくれよ。いざいざ、一本目勝負。おい、行くよ。行けるか。おい、おい、行くよ。開いと。おい、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 行くよ。開いと。おい、おい、おい、今でも真っ赤の魂。
愛は。サンゴ、ゴース様、変わって。下がっていなさい。ご不要。行きます。清めご不要。幻影殺。これに耐えられるかな。風穴。ごめん。魅力。これで風穴の呪縛から解放される。どうやら終わったようですな。星様、ありがとう。そのくらいお安いご用です。もう！出番のようじゃな。オラは狐の大妖怪、七宝様じゃ。オラが雷獣兄弟と戦っておるとき、各地に散った四魂のかけらを追っているカゴメ、犬夜叉の二人と出会うた。旅の途中、卑怯な手口でいろんな罠を仕掛けて四魂のかけらを狙うすっとこどっこいなやつ、ナラクが現れた。じゃが、オラたちにも魅力、サンゴと新たな仲間も増えたんじゃ。いつか必ず奈落を追い詰め、奈落を倒す。オラたちの旅はこれからもまだまだ続くぞ。ま、そのためにはオラがしっかりせねばな。邪魔だ、消えろ。誰が消えるか、赤目。貴様、雑魚とはいえ容赦はせんぞ。